にちは。超特急2号車神秘担当イメージカラーは青、メインダンサーの海です。続いてワンポイントレッスンをしていきたいと思います。はい、ミックスさんではちょっとハイドのダンスをちょっと教えていただきたいなと、大好きなんでお願いします。はい、はい、ハイドの中でポイントダンスです。はい、ワン、ツー、ワン、ツー、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、3、4、はい、終わりですジャズケンコントロールとかですね。あ、おお、すごいですね、はい。ジャズケンコントロール、ジャズケンコントロール、ジャズケンコントロール、ジャズケンコントロール。うわ、ちょっと、うわ、本人とやってる、すげえ。ちょっと、もうすみません、もう一回いいですかもうちょっと、もう一回やりたい。もっとパワーフル。はい、1、2、3、4、1、2、3、4、OK です。はい、これが一番かっこいいです。かっこいい。はい、ありがとうございます。このダンスが一番かっこいいです。ちょっと僕たちのライブでもしなんかソロダンスするところがあったらちょっと取り入れても大丈夫でしょうか。あ、はい、大丈夫です。お、本当に大丈夫です。本当ですか。はい、本当です。やった。ちょっとライブでやろう。ライブでやらせていただきます。おじゃあちょっとお返しにちょっと日本の大爆笑ギャグをちょっとお教えしたいなと、ちょっとやっていただきたいなという気持ちもあり、お願いします。あ、大丈夫、はいはい、お願いします。まずはこのポーズを取って、はい、本当でカメラに向かって安心してください、履いてます。あ、おお、おかしいですね。あ、神秘、はい、あ、そう、あ、生えてます、はい、OK、はい、ゴーゴー、難しいですですよね。そう、もう一つじゃあ、はい、また別の面白いのではなく、ちょっとこれを言ったらお客さんに受けるなというちょっとかっこいいものを、僕がちょっとたまにライブでやることなんですけども、会場って2階まであったりするじゃないですか、はいはい、そういう時に声を出してくださいって言って、上の2階の方があまり出してない時に上の方サボんなって言うと、ちょっとビックスさんがまさかそんな強い男らしい口調を言うとは思ってないので、皆さんちょっとびっくりしてキャーってなると思います。上の方サボるな、はい、2回目サボるな正しいですか？サボるな。サボるな。はい、サボるな。みんなついてこい。あ、おお。みんなついてこい。ああ。ついてこい。これをきっと日本のライブで日本のファンの方に言うと、みんなすごく喜ぶと思います。おお。ちょっと近います。ぜひ使っていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今日は本当にありがとうございました。K スターラバーズ、初回は。ビックスのエンさん、そしてホンビンさんにお越しいただきました。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。